すごく広くてさ、自分はなんて小さいんだろうって思うよ。はい、皆さんこんにちは、ピオニコです。ということで本日はですね、やってきました、こちら新アクア新機関 U やっていきましょうよ。こちらになります。はい、バレンタイン編パート2ということで、いや待ってくれ待ってくれ待ってくれ、みんな可愛すぎないかいやね、うん、結構いろんな予想ではね、そのジムアイ組と、次の URL がジムアイ組っていう予想がされてましたけど、ヨンちゃんはってさね、ヨンレ様が今回 SR ということで、うん、正直待って、今回やばくないですか。いやめっちゃやばいと思うんだ、本当にマジで。で今回は従順していきます。はい、もうヨハネ様とね、カナンちゃんがいるんでやっていきます。メンバー見ていきましょう。ヨウちゃんね、やばいっすよね、これな、このボーイッシュな、ちょっとねボーイッシュな顔から、この髪型がねちょっと女子っぽくて、もうそのギャップで、リコちゃんのツインってえぐいないっすか。やばい、正直めっちゃやばいと思うよマジで。いや、えぐいと思うよ。で、チカッチね、もうらしさが出まくってるから、本当に。で、覚醒したらちょっと髪がね、カールかかるっていうところ、うん、すごいと思う。で、カナンちゃんもさ、これさ、やばくない？だって、ポニテがか、やばいよ、本当に。覚醒前の状態からほどいた感じっすよ。で、ヨハネ様、もうね、変わらないように見えるでしょ？一見変わらないように見えるけど、もう、やばい。ですよね。まあね、そんなこんなんで今回は順調にやっていくわけでございますよ。できれば、ヨハネ様とタナンちゃんが欲しい。うん。二人を、できることなら欲しい。うん。欲しいんだけど、まあ、とりあえずね、欲張らず、どっちか一人を欲しい。ということでね、ちょっとまあ、ちょっと落ち着けでやっていこうと思うんですけど、今ね、現在ね、ちょっとね、感謝祭のね、ジャージを着ております。ヨハネ様のね、ジャージを着ております。うん、ファンミの LV 以来来たんですけどね。ということで、じゃあやっていきますか。搬入チケット。まずは最初に、1枚で引いちゃいますよ。まあ。ようちゃんだから、ようちゃんだから。ということで、じゃあ、本題、11連やっていきますか。いきますよ。お願いします。ヨハネ様と、カナンちゃんを狙って、アブソリュートパワーフォース。ロード入って。一枚だけど、だけど。うん、ありがとう、ダイナさんだ。モミジ狩り。あれ？新規は？マジか。いや、ありがたいんだけどね。ちょっと来た時、加入しようかなと思ったぐらい欲しかったんで、まあ、お時間編の皆様、全然、大丈夫です。まあ、持ってなかったしね。いいんだけど、SR1 枚か。今年やべえな。で、こちらになります。新規ダイヤ姉さん。新規つってもあるね。あるね。目立ち系ですよね、これね。いやー、集めないと、後で。ということに、結果でございました。いやー、辛いな。どうしよう。これは、めっちゃ可愛いけど、後で来る。まだ読んでないストーリーがあるんだね。一緒に読まない。これは、やべー。いやー、マジかー。こじつけ4枚かー。シールもあるっちゃあるけど、でも新規ある買えるの？マジか。マジで新規ある買えるんですね。初めて知った。マジか。いや、とりあえずそれはいいとして。いやー、補助チケじゃねえ、勧誘チケット、じゃ補助チケだ、補助チケ。どうしよっかなー。迷う、めっちゃ迷います正直。でもなー、もう少しでね、ニコニーの誕生日、まあ、もう少しつまらうと結構ありますけど、
近いんでね、その時にね、ちょっと一気に使いたいかなとは思ってるんですけど、本来もね、石貯めようと思、もう始めようと思ったんだけど、思ったんですけど、まあ、あまりの可愛さに引いちゃったということで、まあ、うん、いいんじゃない?たまには。はい。部員の勧誘?仲間が多いと楽しくなりそうだね。はい、ということで、まあ、今回はこんな感じでございましたね。うん。リベンジは多分できません。はい。リベンジできないんですけど、ちょっとね、なんでルビーチャーズオープンしてるのかわかんないけど、まあ、いや。ね、ちょっと、見ますコンプリーツ。いやー、全然揃ってない。ちょ、やべえな、ちょ、この相当ロテクターはちょっとこの想像にしておきますね。海も空もすごく広くてさ、自分はなんて小さいんだろって思うよ。スカウトマスターに称号してきたんだけどな。いやー残念、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、ぜひぜひよろしくお願いします。バイバイ。